しょーい。うん。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こんばんは、しょーい。こんばんは。こんばんは。みりんが8時15分をお知らせします。一日お疲れ様です。アリちゃんのアバターとかあるの、すごい。こんばんは。こんばんは。始まったばかりですよ。2分前に始まりました。バター配布してるね、すごい。おめぐさんとは一緒ではないんですもん。おめぐさんは猫舌ショールームに出られてると思います。濡れてるやん、失礼な。髪の毛濡れてないですよ。これはただバラバラしてるだけです。ロイヤちゃんさん、クマありがとうございます。ノリヤコスさん、クマタワー、クマありがとうございます。わっしょい、クマタワーありがとうございます。ノリヘクスさん、ありがとうございます。今日はですね、そうだ、じゃあ今日の配信のプランを考えましょう、一緒に。よいしょ。今日は8時15分から急いで帰ってきました。どうしようかな。皆さん的にはカウントワークとか作る、でもカウントワークはもう作る時間がないんです。今日はもう3回やったらおしまいって感じ。はい、どうしようかな。皆さん的にはちょっと合間合間にアユが上がった方がいい、それとも今日早く寝て、ちなみに私明日
朝5時から配信する予定だから、そうみんなにも明日早く起きてもらいたいから、もう今日ちょっと3時間詰め詰めでやって早く寝てるか。そう、握手会の日は朝早いけど夜も遅いけど、あのあれなの、スケジュールが決まってるから楽なの、すごく。私のロケとかは何時に終わるかが分かんないか、今日もだし、何時に終わるか分かんないし、何時にホテルに帰れるかが分かんないから、誰かがめっちゃ最後の分にめっちゃ500枚出しとかされない限りそんなに変わんないから、うん、ダンさん、クマ、ありがとうございます。どう？だからみんな早く寝たい？さっきまでひたすらもう朝、私今日4時起きで頑張ってました。4時に起きてからずっと頑張ってました。マイキンコメントしてて笑った。マイキンさんがいるの？偽物？重視を嫌い、ありがとう、ありがとう。本物かどうかわかんないけど、メイケンさんがいるんだ。なんてコメントしてる。本物かな。ユミリーンだって。本物かな。すごく疑わしいけど、なんか本物だったら申し訳ない。コーラさん、ごめんなさい、まだ仕事中です。クマ、ありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、コメントしてる。ツイッターにリンクしてる。本当にありがとうございます、デュージさん。フィリピンのファン、ありがとう。本物のマイキンさんなの。マイキンさん、嬉しい。さきの元気です。マイキンさん元気ですか。ユミリ応援してるよ。私まだ疑ってるんですよ、本当に。このツイッターは本物のツイッターなんですかね。応援してるよだって。ありがとうございます、ありがとうございます。マイケンさんお優しい。そう、ひと夏の出来事でね、センター様ですから、マイケンさん。すごく仲良くさせてもらってます、マイキンさん。すごくスタイルも良くて可愛くて、すごい優しい。
嬉しいです、ありがとうございます、すごい嬉しい。いい歌だね、いい歌だよね、本当に。大好きだよって言ってる、はあ、私も大好きです、ありがとうございます。もう画質いいですか？マイキンさんのアバターあるんだ、へえ。8時15分からじゃあ星投げ、ありがとうございます。皆さんもぜひ星を、めっちゃこうこと多分ちょうちゃんかな、では静かにしましょうそうだね、確かに。ユニーネームの皆様お邪魔しました、ありがとうございます、ありがとうございます。どうですか皆さん、今日は早く終わった方がいいのかな。8時15分から、星集めがあるから早く終わってくれた方が楽。そうだよね、そうなんだよね、なんか私より皆さんの方が早く起きないといけないからあれだよね、感覚が空いた方が星集めやすいか、そっか、5時ってことは何時に捨てるの？ 5 時ってことは何時に捨てるの？フィリピンにはたくさんのファンがいます、ありがとう。フィリピンって何語？英語かな？ Thank you フィリピン、4時15分え、な、4時25分、4時10分。何、そんなに説があるの？そんなに、4時40分ぐらい。何、みんな言ってること違うんだけど、怖い。あ、4時10分から4時20分の間に。4時10分から4時20分の間に星を捨てたらいいらしいです。
何分配信するかによる。へえ。なるほどね。そういうことか。そういうことか。了解です。じゃあ私が早く配信止めればいいんだ。今日は。じゃん。今日8時15分から、あ、どうしよっかな。携帯がもう一個使えるんだったら、ちょっと今日ね、スタッフさんに連絡しないといけないことがあって。そうなの、だから携帯が使わないといけないいいんですよ。あ、いけそうな気がする。これすごい、全然電波ない。へえ、そんな、そっか。ただいま。どこなら電波がある。頑張れ頑張れ。皆さん聞こえますか？電波悪すぎて、なんか どこなら電波いいんだ。窓側が電波いいな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと物を動かすのがちょっと大変で、ちょっと待ってくださいね。すごい、どうしよう。まだ窓際とかどうかなって。
って言ってる。やっと ここに来たコメントになった。窓側いいよってなった。今コメントが遅すぎて窓際側にスマホ置いたら部屋の中が見えちゃうのでそれはできません。範囲がチラチラ見える。足が伸ばしてるので見えないはず。ちまささん、くまさわ、ありがとうございます。ありがとうございます。くまさわ、ありがとうございます。へー、あ、くまさわって言ってる。さっきより良くなって、なんかさっきよりなんか、あ、さっきよりラグが少なくなった。よかった。今 2,3 秒てか5秒ぐらいですかね。今はさっきは20秒ぐらいなんか、遅れてた。待っててね。よいしょ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 、あーあーよいしょ。ちょっともう一度つのがちょっと大変で、ごめんねごめんねごめんね。よいしょ。よいしょ。オッケー。すごく携帯が熱いんだよ。あなたはお大事に、ありがとう。今日4枠配信しないの。どうやったら今日のあれで4枠できるんですか？あ、できるわ。4枠します。今日4枠します。そうだね。よいしょ。そうだ、今日は4枠できるね。そういえばありがとう、教えてくれて。さっき怒られたんだ、8時って書かないでって。違った。
ちょっと待ってね。神様さらありがとう。どうしたらいいんだっけ。ちょっと待ってね。こういうことだ。分かった分かった。こういうことだ。じゃーん。こういうことだよね。合ってる。いいと思う。ありがとう。なんか難しいね、時間組むのって。すごく はい、スクショ。スムーズ配信ありがとう。昨日いいね。次回半分上手くなった。ありがとう。ちょっと早く終わるのは明日5時からやるからです。明日の朝の予定ももう決めてるよ。でも明日ね、夜も配信できるんだよね。だから朝あんまりやりすぎちゃうと今度夜ができなくなっちゃうので、また間違えた。そう、明日の朝です。明日の朝、これで朝1時間やることになります。ちょうど1時間。はい、違うのであれば三振投げる。本当に
はい、皆さんイベント参加中なのでぜひね、星とカウントよろしくお願いします。たくさんコメントください。確かに握手会ある日にあんまり朝ショールームしないからなんか珍しいですね。うん、朝5時から参加する方は何時までに星を集めて、何時に星を捨てるんですか。移動がないのは、いいえ、もう私はこの配信をした後すぐ出ないといけないので、ホテルを結構移動時間は長いです。移動時間中にメイクするんで大丈夫。どうしよう。星を何時までに集め、何時までに満タンにしとけばいいですか。何時までに満パンに、星満パンにしといたらいいの。それはない。星満タンにするあれはないんだ。星を寝る前に、じゃあ寝る前に、はい、そしてあれで何分に星を捨てたらいいんですか。4時15分までにしてる。15分で3周はパソコンないと無理なの。そっか。じゃあこの配信ちょっと待って、この配信予定ちょっと待って。そっか、20分あったら足りますか。20分だと確実。40分でしょ。だから、あ、じゃあこれも20分でいいんだ。
22分ってことか。13が6で、これで1時間になる。これで1時間になりますか。じゃあこれは良きですか。こんな感じでいきます。そしたらよいしょよいしょ。そしたら明日配信が、どうだろう、明日の仮ね、仮予定、仮予定だから分かんないけど、どうだろう。いや、わかんない。明日何時に帰れるかわかんない。やっぱり成葉さん、くまくまくま、くまたわ、ありがとうございます。わっしょい、ありがとうございます。成葉さん、くまたわ、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じ、夜の目安はこんな感じです。アリちゃんがショールームに初めて課金したエミリーにって言ってた。ありがとう。今日ね、確認取りました。そう、イベントやってるの。そうなんです。だからぜひね、そのコメントも私のポイントになります。ありがとう。なのでぜひたくさん星を投げてくれると嬉しいです。どう、初めて星さん修正超した、ありがとう、ありがとうございます。どうですか、これは。あ、最後は24時までです。そしたら3回できるかなって感じ。ゲリラ配信はできません。握手会場では配信ができないので、そう、残念ですが。3周で100以内に入れない、よき、すごい、それはよきですね。100人3周をすでにやってくれてるですか。ありがとうございます。そう、でもその私だけができないってことじゃないので、みんな平等で、みんな平等で。あ、もう溶けちゃったかな。もう溶けちゃってる。私の晩ご飯こちらです。ロイヤルミルクティーです。最近食欲があんまりなくて、そう、なんかすごく病人みたいなこと言うと、あんまり固形物が食べれなくって、そうなの。あ、面白いね。全部全然元気ですよ。おいしい。全然溶けてなかった。
あとはですね、もう一個ちょっと楽しみ、朝から楽しみにしてるものがあるんです。食べるものが。そうだ、ちょっと待ってね。マネージャーさんに聞かないといけないことがあって。待って、なんちゃんなんだろう、これかな、これじゃない、あれ、え、なんで、誰か来た、あ、コナン10分から、ありがとうありがとう、教えてくれて、私だけみんなとなんか時間が違うのかと思った。なるほどね、なるほどね、よいしょよいしょ、そっか、この配信はね1時間します。今日のどれだっけ、今日のどれだっけ、これだ、ここに貼っても分かんないようにこの辺に貼りたいんだよね。なんかね、あげたらいいんだけどね、この辺に。今日の配信はこんな感じです、はい、こんな感じです。あ、嘘、携帯なくなった、あれ、どこやった、来やった、あ、すごい暑い、よいしょ、ウルフさん、ユミリン神足、クマタワーありがとうございます。クマタワー、わっしゃわっしゃい、ありがとうございます。クマタワー、ウルフさん、カマサーモニーだー、ありがとうございます。カーテンに貼ってもらって、みんな見える、これほら、こんなちっちゃい字、もう貼るってやったら私もう何も持ってないんだけど、貼るもの、タコタワー、ほんとだ、タコ、すごい、スギアンさん、タコタワー、ありがとうございます。タコタワー、ありがとうございます。
何それ、タコのパワーです。タコが10個が10回でタコタワーになります。ありがとうございます。ちなみに滝野由美子は略すとタコになります。へへ、はい、そうなります。あ、違う、貼るものあるわ。滝野、お、次の配信でタコタワー流れる予定。すごい素敵ですね。じゃあ先に言っときます。ありがとうございます。のぐらいなら見える。じゃあそれを2つにくっつけてこの大きさにしたら見えるかな。ね、あ、そんなことしなくても、これダメじゃん。これ最後のやつカウント全然されないじゃん。ユミリンのバカバカ。これ結局18、これ23時に終わって、これが次23時18分からやったらいいんだ。ごめんね、最後の時間ちょっとやり直した。字が綺麗ではないですね。この滝のとこの数字で字が綺麗汚いが分かるって、なんか先生でもやってたんですか、書道の。気づいたね、気がつきました、ありがとう。食べやすいです。最後の枠の終了時間は、18プラス17、35
5分ごろです。35分ごろに切れます。勝手に切れます。そろそろかな。よし、あと5分で切れますので、ちょっと壇上読みます。じゃあ、ほうちゃん、上海さん、ゆみりんが大好き、タコタワー、ほうちゃんさん見てるよ、ちゃんとタコタワーありがとうございます。タコタワーありがとうございます。ほうちゃんさんありがとうございます。ありがとう。コナン25分からになりました。そっか、じゃあたくさんラグビーが見れますね。ごちそうさまでした。じゃあ壇上を読みたいと思います。よいしょ。第13位ゆきうさぎさん、ありがとうございます。12位りきやさん、ありがとうございます。11位いちもんじさん、ありがとうございます。10位がみつきーさん、なゆみ応援隊、ありがとうございます。第9位が大好きマンさん、ありがとうございます。8位がにゃーさん、ありがとうございます。第7位が大吉さん、ありがとうございます。第6位がデコさん、ありがとうございます。デコ。第5位がちまささん、ありがとうございます。4位がのりへくすさん、ありがとうございます。第3位がすぎやんさん、ありがとうございます。2位がなりばあさん、一部から言ってもいいかな、タムリンハさん、いいとも、ありがとうございます。そして第1位がうるさん、ゆみりん神よろしい、ありがとうございます。カモサムニーだー、ニーだー。ちょっと次の配信ではゆみりんからある発表が、発表っていうほどじゃない、お知らせかながあります。皆さんぜひ見てください。発表っていうほどじゃない、報告っていうかなんだろうな。先に言っとくと、卒業ではありません。ただそんなに嬉しい報告でもないかもしれない。はい、まあ皆さんドキドキしながらお待ちして待っててください。はい、残念ながら卒業ではありません。ざわ。よいしょ。ただいまー。
ただいま。ちょっと移動しました。2つ目ですね。ゆみりんが21時16分お知らせします。皆さんおかえりなさい、おかえりなさい。ぜひ皆さんカウントよろしくお願いします。今日そうだな、じゃあ5000人ぐらい、5000人いや結構もったいぶって、じゃあ1万人いったら言います。だから結構この終わりらへんに言います。このだからそう、人がね、ゆみりん推しの明日握手来る時とか人とか特に聞いてほしいかも。そう、明日握手来る人には特に聞いてほしいです。1万人いったら言いたいと思う。話変わる、多分あれだな。何みんな、何を予想してるの？喉のことはね、多分ね、みんなもうね知ってるよ。もう私が喉が悪いことは知ってるよ。もしかしてあれ、みんな何あれか、あれ何どれだよ言っていいの、あれ言っちゃうのか。あれ AKB の子は個別カット。明日の服装は言っときますけど、普通のワンピースですよ、ちなみに言うと。はい、っていうかどれ面白い。一つ言う、もしいい話か悪い話かで区切るといい話ではないです。はい、ワクワクするようなことではないかもしれないですね。普通のワンピースが似合うのよ。ありがとうございます。そう、ネイルはしてませんよ。二つぐらい思い浮かぶ。ココアとの双子コーデですか。その相手は私じゃないので。そう、その相手は私ではありません。そうだ、ココアちゃんといえばね、よいしょ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 、私の晩ご飯、私の晩ご飯よいしょ。落ち込むのも人生だね。またね、どこかでね。はい、またどこか団長おりなんて、誰が誰が、昨日のアリちゃんみたいな感じで。はい、じゃーん、おにぎり、ココアがおにぎりを作ってくれました。イエーイ。実は朝作ってくれてて、朝ごはんにって言ってくれたんですけど、朝から食べる時間がなくって、実
はこれが最初の、今日本日最初で最後のご飯になります。そう、ココアのためにお腹少しすかしといたんですよ。私本当は朝ご飯で食べるつもりだったんだけど、そう朝食べれなくって、お昼ご飯に食べようと思ったら、そうお昼食べる時間がなくって、結局夜になっちゃったんですけど、愛情たっぷりのおにぎりです。じゃあまずは大きい方からいただきます。あ、ちゃんとね、これは涼しいところに置いてたので安心してください。はい、それは安心して大丈夫だよ。いただきます。おいしい。鮭が入ってます。鮭なのかな、鮭ですね。おかか、おかか、そう鮭じゃない、おかかって言いたかったです。おかかです。ごめん、みんな騙されないで。私に騙されないで、みんな、これはおかかです。おかかです。おかかいココア、おかかかいココア、ありがとうココア。メールに載せようと。そうだ、今日まだもう1通送れる。なんかさ、早い時間からショールーム来てたら時間感覚狂うよね。もうなんか10時過ぎてるイメージがあった。じゃあメールで送ろう、今から送ろう、明日の朝送ろうと思ってたけど、メールで送ろう。ゆめじんメール撮ってる人お楽しみに。おかが作ってくれたおかかおにぎり、ペルト完食する予定。22:17からと3:18。よろしくお願いします。は。コナン君始まった。美味しいです、すごく。美味しい。ココアが朝に
おにぎりを作ってくれるのは本日で2回目です。そして皆さん明日の朝に私に言ってココアのお土産忘れないでと言って、ココアにねココアにまだお土産渡せてないんだ。うん、くももこみやきじゃなくてインドネシアの。ココアには私も使ってるヘアオイルのこんな、なんか6回分ぐらいのやつを2つ買いました。元気8月。そう、チョコはそうなんです、チョコはみんなに渡したやつで、うん、ヘアオイルはココアに買ったやつで、そう、それはお姉ちゃんにも渡しました。そう、みーちゃんにあげたのとは別のココアに買ったやつがあります。あー、殺人バクテリアね。あー、実はあれのやつだよね、あれだよね、あそこでああなるけど結局このあれだよね、最近あれなんだよねねえ、見たことあるよ。あれよね。はい。あれなんだよね。早く言いたい、早く言いたい。天空のラストシップ。クマタワーが。ありがとう、教えてくれて。うーん、あ、コーラさん、クマありがとうございます。しょうちゃんの大好きな人、ゆみりんさん、クマありがとうございます。ハンガーダンさん、あ、1個と9個になっちゃったけど、でもクマ10個ありがとう。スタースカイさん、ハンガーダンさん、クマありがとうございます。カムサムニだ。クマってカムクマってなんていうの？クマってなんていうんだろう。韓国語で。あ、そうだ。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。ゴムか、そうだ、ゴム店員さんがいるのね。そうだ、よいしょ、そうだ、ゴムだ、ゴム。チオリファンの、チオリファン、あ、ハンガーダンさんは、ハンガーダンはチオリさんのファンの皆さんの総称なんですか？ありがとうございます。千織さんのファンの方、ありがとうございます。あんまり千織さんのファンの方は私なんか関わったことがない、あんまり握手会とかでもそうお話ししたことがないから、すごくなんか嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとここ直接当たるな。ちょっと待ってね。よいしょ。
ちゃんみたいなもん、なんかちょっと温度あきます。あー、ガーダンさん次は成功。スタースカイさん、クマタワーありがとうございます。クマタワー、コモタワー、よいしょよいしょ、クマタワーありがとうございます。わっしょいわっしょい、カムサムニだ、ありがとうございます。リベンジか、次はグッドですよ、ありがとうございます。リベンジかわいいね、ありがとうございます。ここ字幕ができないんだよね。よいしょ、はあ、本当におばあちゃんみたいな。あ、そうだ、ママに、ママにやっとこう。そうだ、このこともね、ちょっとツイートしようかな。配信見てない方とかもいると思うんで。そう、ちょっとね、何の画像使おうかな。あ、でもなんてやっていいかわかんないからツイートしない。やっぱりやなよ。かわいい花かっぱだって、あずさが花かっぱになれた気分、かわいい、お気に入りしとこう。このテレビ字幕できないんだよね。入力切り替えじゃないんだよね。リンク、あ、なんか間違えちゃったよ。違う。どうしたらいいんだ。画面表示かな。違うね。データ放送じゃないんだよね。あ、5000人。ありがとうございます。みんなの一計結果発表、もう一計したの。ランキング遊び方、なるほどね。名シーンの放送が近づくと、そのシーンまでのカウントダウンを表示。へえ、一計を作成してランキング上位を目指そうって。へえ、クイックメニューみたいなとこ？サブメニュー。
あと2分で。あと2分で。名シーンです。最近のテレビはそんな機能があるんだ。ねえ。こんな機能が。みつきんさん、イミリにはご飯5分でも寝てほしいわです。コマ、ありがとうございます。イミツキンさん、ありがとうございます。ね、パルス、メーカーはどこなのちょっとわかりません。でも家じゃないのでテレビが見れます。1夜目終わりに、ありがとうございます、星投げ。皆さん、カウントと星投げよろしくお願いします。イベント参加中でありました、昨日。月の由美子イベント参加中であります。あと1分で名シーンですね。なんですかね。よいしょ。まもなく。私だってこの空飛ぶ魔法の船に乗って雲の上のいっけー。いっぱいはしてるのに、なんかめっちゃはしてるけど、なんかたたぐらいしかなんない。今いメール来た。早っ早お母ちゃんのおにぎりメール来たよ。ありがとう。日前から届きました。ありがとう。握手会で結婚しようって何回ぐらい言われたことありますか。じゃあそれは握手会で聞いてみてください。何がいいかな、なんていうのが正解。結婚しよう。まだあなたには言われてないかな。どう、これが正解じゃない。あ、はい、握手会で結婚しようって何か言われて、他の人に何回言われてもあなたにの1回にはかなわないよ、キラーみたいな。どう ?100 点ですか。正解やった
はい、正解。やったー。すごい、押し増し案件ありがとうございます。じゃあそうですね、 AKB さんの握手会でお待ちしてます。なんかそう、そう、ありがたいことに押し増しが使えないので、明日朝スランプくんさん朝5時は東京行けますから不審だけします。まありがとうございます、よろしくお願いします。仁義なき戦いね、なーちゃんに言っとく。ユミリンもお揃いしたいって言っといて。でもね、ユミリンから言ったらいい話なんです、これはもう全然。じゃあ自分で直接言えよっていう話なんですよ。ユミリンとお揃いのワンピース着てもいいですよ皆さん、明日。はい、明日ワンピースできたらワンピースでお揃いになります。仁義なき戦いは、そう、原作ではね、ナナさんかまだね、ジュイナさんかは分かりませんが、そしゃくさんと絡む機会もありますが、二人ではどうなんですかね。たくさん絡めたらいいですね、主役さん。あ、一系だ、一系。ね、梅宮達夫さん。あ。もうおばあちゃんみたい、本当に。そう、相変わらずスローなピロンって、なんかね、ドド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 ドピコンドドドドドピコンなの。これは何回カウントされてるんだろう。あ、600ポイントになった。私も一生600ポイントだよこれ。ユミリンと一緒なら幸せ。誰が同じ部屋にいるの。コナン君がいます。ランちゃんも、キッド様も、新一もいる。はい、あ、時間が、はい、前回の配信より見やすくなりました。ありがとう、気づいてくれてありがとう。月野さんへの50カウントお届けしました、ありがとうございます。皆さんもぜひカウントだけでもよろしくお願いします。カウントは無料です。カウントはお金かかりません、無料です。はい、後で請求も来ないですよ、はい、よいしょ。ちょっと待ってね、ちょっとマネージャーさんに連絡しないといけない時期は。
カウントとは、カウントとはですね、じゃあ一回1、数字の1を打ってコメントしてみてください。1って、はい。そしたらなんと、あれ、タイムラインに流れない。これがカウントです。1から50まで50回カウント、半角でそう、50回1コメント、2コメント、3コメントってやっていくと50に行き着いた時に、まあ、50回コメントをしたことになります。それがカウントです。でもそう、カウントはコメント、そう、50までが反映されません。私はずっと1って打つ派、1111111ってずっと50回超え、111111111011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 
なんでかっていうと31、32とかやるのがすごくなんかめんどくさいので、はい、途中でわからなくならないんです。1212121212を5回やったら10、12を5回やったら20って、そうやります。そうだから皆さんもコメントを50回するだけで私に50ポイント入るので、ぜひ50回コメントください。そして50カウント完了しました、ありがとうございます。そして星はですね、この皆さんが投げてる星は他の配信を行って30秒ぐらい見たら、1色5個ずつ貯まるので、はい、いっぱいたくさん他の配信を見て私の配信でたくさん星を投げてくれたら、もしかしたらこの皆さんのアバターが上の方に行くかもしれないですよ。はい、へへ。そうです、明日の朝5時に来てくださる方は1、星を寝る前に満タンにしてください。私の配信が、まあ、半過ぎに多分18分から17分間やるので、まあ半35分40分には終わるので、その後満タンにしてください。そしたら4時15分に5個ぐらいでいいんだよね。はい、5個ずつ星を捨てちゃってください。そうすることで、星は満タンじゃありませんよっていうことになります。星が満タンだと制限がかかっちゃうんですけど、はい、星満タンか満タンかじゃないないかと言われると満タンじゃないという状態になるので、1個でも捨てると、はい、らしいです。回収する、どっかの配信で回収するのかな、捨てるというか星をもう1回もらう。そうです、そうです、そうなんだ、ありがとう、そうなんだ、はい。
ネットにマニュアルのいっぱい載ってるよだそうで、まあ、詳しく知りたい方はぜひこの方々に聞くかネットで検索してくれると一番本当のことが書いてあります。そうなんです。説明上手すパイセンありがとう。でももう本当にたくさんパイセンがいるのでネットのパイセンにぜひ聞いてください。よく分かりやすく書いてあるサイトっていうか画像とかたくさんあるので、はい、あと2000人でやっぱりツイートしよっかな。損傷喋っちゃった。何も聞いてないよね。この見てたから聞いてない。優しい、ありがとう。ゆみに聞き終わったよ。終わっちゃった、終わっちゃった。そう、鼻声なんです。よろしくお願いします。早い、もう10時になっちゃうんだ。早い。 Twitter はちょっとねマネージャーさんに確認取ってもらってるからちょっと待ってね。タッキー体調悪いの？タッキーって 何自分で言って笑ってるの？そのわらわらは好きだよ。なんかその自分に突っ込む時の W はそんなに嫌な感じしない。難しいよね難しいよね。イベント大変だけどユミにたくさん会えることは嬉しい。ありがとう。コナン見てる、コナン見てる、コナン見てる。うん、次の配信はなんか歌おうかな。どう？楽
多分明日明後日握手会したらもう歌えなくなっちゃうからしばらく、うん、そうなんです。絶対声出なくなっちゃうから、はい、なのでイヤホンはあるの、見てじゃーん。そう、今のうちに。あ、薬飲んだって。はい、ごめんなさい。1日3回1小時。あーこれっきり、あれっきり、これっきり、これっきり。そんな、そう、来週のアイマスとアイズワンと一緒で、そうなんです、来週のアイマスとアイズワンさんと一緒です。アイラブアイズワン。ナイユミリンゴのイベントとかに期待してね。ナイユミリンゴでなんかやりたいですね。はい、ありがとう、薬飲みました。悪いかなって躊躇した。こんぐらいしか声出ない。あー、あそう、ブエノスアイレス、ブエノスアイレス、リリリリリ、チャチャ。そう、さくらさんセンターでね、楽しみですよね、お会いできたら。あ、ちおちゃんいまして、初出演、そうかもしれない。ちおちゃんファンの皆さん必見ですね。これっきり、これっきり、もうこれっきりですかなんてね。これっきり、これっきり、もうこれっきりですか。はぁ、トーチはあるよ、ありがとう。そうだから、ね、できてます、止まらなくなったら。推しメンでもね、ゆりさんが好きです。私、皆さん好きなの DD の箱推しなんですけど、そう、ゆりさん好きなのでお話できたらいいな。超ゆりさん。でもみんな好き、本当に皆さん、皆さん好き、皆さんよく談話とかできますよねって本当に思う。みんな好き、みんなにいい顔したい。みんなにいい顔したいもん。はい、私ゆなちゃんが好き、わかる、いいよね、ゆなさん。私も好きです、さくらさんもなこさんもみんな好き。そう、みんな好き。うん。宮崎桜推しです。ひーちゃん、そう。ひとみさんも、ひーちゃんさんも好きです。ウォニョン、ウォニョンさんも好きです。よいしょ。はあ。まあそんなに大したことじゃないんですけど、はいはい、あのですね、そんなに大した話じゃなくてなんか申し訳ないんですけど、はい、私実はですね、
右側の肋骨をですね損傷してしまいまして、そう結構ね痛いんですよはい、そうなんです、ちょっと前からやっぱりそうなんです、あのずっと咳をしてて、それ結構最近体調が悪い日が多くって、それが原因だと思います。そうなんです、でも今日ちゃんと病院に行けたのでよかったです。痛み止めとかももらったし、あとはなんかコルセットみたいなの今この T シャツの下につけてて、はいなのでそうなんか全然全然明日握手は普通に行いますし、なんか今後の仕事に支障することは全くないです。何かをお休みすることは全くないので、そうなんです、だからでも明日明後日来てくださる方にお願いなのは、あの右側を損傷してるので握手するときにあんまり振り回されるとちょっと痛いんですよ、なのでちょっと優しく握手してくださると嬉しいです。そうなんです、一回左手で握手しようかなっていうのも考えたんですけど、あの片手でなんかねもう両手でしっかり握手した方がそう良いですね。電波がちょっと、じゃあツイートします、先にじゃあツイートしますツイートします、ちょっともうよいしょ、どう聞こえる、ちょっとそれをまとめたのでね、まとめたって言ってもそう、まあショールームみんなが見てるわけじゃないと思う。明日明後日来てくださる方にちょっと届いたらいいなって思います。すみません、お手数かけて申し訳ないです。それではツイートします、7、6、5、4、3、2、1、はい、そうなんです、私が結構明日そう入り口にも貼っておくんですけど、そうでも今日ちゃんとね病院に行くことができたのでよかったです。そうあんまりねそうあのこう来たこっち左手だからできる、来たよーとかやられるとあーってなっちゃうかもしれないので、ごめんね、でもなんかあの折れたとかじゃないんで、あのはい違うんです、本当に、はい、あとはコルセットしてるので大丈夫です。そう寝返りもねちょっと痛いかな感じですね、はい、あとは右手でカバンが持てないので全部左で持ってたのと、あとは
そう、ロケの時も結構痛かったんですけど、荷物が多かったんですけど、マネージャーさんが全部荷物を持ってくださってて、そうなんです。だからそう、本当にマネージャーさんには感謝ですね。はい、咳が収まってきたので本当に良かったです。これで咳が出てたら本当に死んでました、私。そう、瀬戸ブラックに持ってもらえばいい。そうなんです、瀬戸ブラックが持ってくれました。はい、旗から見ると走らせてるみたい、本当にそうなんですけど、あ、ツイッターを見て来てくださった皆さん、もれなくイベント中なので登場するなら星をくれはい、星とカウントよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。すごい皆さん温かいコメントたくさんありがとうございます。星なき子星なき子、君は経験済みです。結構みんなあれなんですよね、あばら関係。ちょっとじゃあね、お話ししましょう、握手で。はい、握手でいろいろお話ししましょう。カウントするね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうなんです。へへ、そろそろ次なのかな。そうだね、そろそろです。やったことがありますが、なかなかしんどかったり、すごいみんなも大変な思いしてるんですね。大変、みんな大変、みんな大変だね。みんな、みんな大変、みんなみんな、みんなみんな生きているんだ、友達なんだ、僕らはみんな。ツイート見てびっくりして飛んできました。肋骨大丈夫な、同情するなら今はイベントやってるので、わしとカウントよろしくお願いします。そうなんです、なんかイベントやってるんか、東京アイドルフェスティバルじゃない、東京ガールズコレクションの枠をかけて今イベントさせていただいています。そうなんですよ、はい、そうなんですよ、へへ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 へ。生きているから笑うんだ、僕らはみんな生きている。後藤隆二さん、 DJ 太郎同情したからクマクマクマよいしょ、クマ投げます、ありがとう、クマありがとうございます。お、3位との差が半分になった、すごい、皆さんありがとうございます、ありがとうございます。そうなんで、同情クマ、同情クマありがとう。
そう、皆さん本当に健康が一番だよ。健康が一番だよ。あそこにあるんだよ、爆弾は。あそこだ。あそこの裏にあるの。予選の歌でも肋骨痛かった。痛かったですね。だからちょっと歌、ちょっと、あ、痛くなかったら、痛くなかったらもっと歌えたのに。もっと音程取れたし、もっと、もっとね、ビブラートも聞かせれたし。肋骨が痛かったからビブラートがかけれなくって、なんか響きが出なくって声に。残念だったね。違いますよ、全然関係ないです。はい、優勝になりたいね。ちょっとね、そうですって言うから、ほのたん滝のみたいなね。のんたんさん、くま、ありがとうございます。はい、同情しますって。あ、のんたんさん、くまにありがとうございます。いっけー、肋骨が万全なら優勝したらいいですね。今いいねとコメントしてありがとうございます。愛とは何なのか、やっとわかった君の。第13位、スランプくんさん、あまり笑させないようにしないと。あ、笑ってもね、痛くないよ、そんなに。あまるく、あ、痛くない。わー、痛くないです。はい、なので全然笑わせてください。ありがとうございます。12位タイヤンのウェイさん、ありがとうございます。ウェイさん、シェイ。第11位がマックスさん、ありがとうございます。10位がカオスさん、ありがとうございます。9位が花子パンみなりんさん、ありがとうございます。8位がよぼせよもしもしさん、ありがとうございます。カムサムニダー。第7位がつぎやんさん、ありがとうございます。6位がアミちゃんさん、夢人用紙、ありがとうございます。5位が大吉さん、ありがとうございます。4位みつきんさん、絶対結婚しようなとか言ってみたい。言うだけただですからね、大丈夫ですよ。ありがとうございます。第3位大好きマンさん、ありがとうございます。2位がのりへくすさん、ありがとうございます。そして第1位がスタースカイハンガーダンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お、あ、もう終わりだ、もう終わりだ、もう終わります。じゃあどうしよう、これすぐ、私すぐ現れますので、皆さん、それではまたちょっとすぐします。すぐピッピッて。じゃあ次の枠で会いましょう。三度こんばんは。やっとわかった君のためならば我慢できるよ。突然お大事にって富山さんが。今日お会いしたんですよ、病院から帰って、病院出て、そうお仕事っていうか向かってる時に、
そう。富山さんに会いました。富山大輔さん、富山さんだったのかな、本当に。へへ、どこか不安げな背中を押したくて。そう、ミデルバ公園の、なんかそう、今日一人で行ってたんだけど、なんか、なんかって多いけど、いや、富山さんだってした。あっ！ってなって、同じ信号待ってたの。そうで、どこ行くのって言われたから、病院が終わって今からどこそこに行くんですって言って、富山さんはなんちゃらが近くにあって、そうね、これが近くにあるんだよみたいな、そうなんですねっていう話でした。あ、スクランブルエッグ編集長さんも大事になさってくださいって、ありがとうございます。早く直します、します。マスクつけたか、咳出てないけど、大事に、ありがとうございます、ございます。今日お会いできて嬉しかったです。握手しないでいいからお話だけしようね、ユミコラブ。でも、あの、握手は皆さんしましょう。みーちゃん来たよ。みーちゃんが来た。みーちゃん、めっちゃハート投げてくれてる、ありがとう。めっちゃ100個、10個9個10個8個10個9個1個100個10個2個。めっちゃ優しい。ごめん、あのギフト欄がみーちゃんで埋め尽くされてます。みーちゃん、ありがとう。ハート、ありがとうございます。泣けますな、ね、泣けますな、ありがとうございます。みーちゃんもありがとう。みーちゃんはええ子ですよ、本当に。ありがとう、さすが親友。そうですね、みーちゃんって石田みなみちゃん、そうです、石田みなみちゃんです。全米が泣いた、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、感動してる。私多分今力を抜いたら泣く。あずさと一緒に配信してた。あ、そうなの、二人で、ありがとう、ありがとう、ありがとう。突然さよなら、僕から。すごい、みんなめっちゃコメントしてくれてる。僕から告げたのはどこか不安。あ、そうだ、ママに、そうそう、どこか不安げな。みーちゃんにお返しないと。そうだね、じゃあたくさんの愛で、たくさんの愛を返します。背中を
と幸せになれ。声出なかった。カラオケ配信できなさそうです。ご直感と感情ありがとうございます。皆さん、はい、これ何本目、これは今日1本目です。皆さんぜひ星集めと星投げとカウントよろしくお願いします。そう、元気はつらつしてるのの元気はつらつです。はい、そのまた忘れてた。そうだ、ママに、そう、ママに肋骨、ゆたんさん、ハート千個。ゆたんさん、あ、これはくまちゃんでした。いけないいけない、なくせなくせ。ハートありがとうございます。ゆたんさん、ハートくまちゃん、ありがとうございます。肋骨見せて、肋骨見せ、こことか、そうだからさっきかおばあちゃんみたいな声しちゃうの、なんかよいしょってなっちゃう、よいしょよいしょ、あ、ここです、ここ、よいしょー、そうなんです。あー、右側なんですよ。だから右手で握手するので、どうか皆さん、へへ、痛そうって見えてないじゃんあ、 T シャツかわいいね、かわいいよね、これあんこちゃんです。ピザ屋さん、クマ、ありがとうございます。自分も経験あります。寝るときが一番痛い。そうなの、寝るときが痛くって右を下にして寝れないんですよ、うん、エアー握手やな。そう、皆さんね、握手しなくていいよとかじゃなくてね、優しく握手してくださいそう、決してね、こう、あと引っ張らないでほしいな。そうなの、振るのもだけど、振るのよりね、引っ張られる方があれかもしれない。はーい、ありがとう。なんか私のファンの方は割とあんまり、お時間ですって言われたらね、すぐ皆さんね、次の人にひろしって呼んで、ひろし、みーちゃん推し、ありがとうございます。くま、みーちゃん推しの方もありがとうございます。たくさん、そう、振りじゃないです、振りじゃないんです。そう、なんか、そう、その時にまだ、そうなの、あ、よいしょ。コーラさん、ユミに明日握手、左でいいよ。クマ、ありがとうございます。確かに、左手でなら全然元気に、わーって、引っ張って、どういう状況だろう。
剥がされても私の手を離さないみたいな感じ。そう、時間ですってなっても私の手をつないでるとあって引っ張られます。そうなんですよ。でも私のね、恋は割と少ないと思う。そういう人は本当に、そろそろです、お時間ですって言うんだけど、そろそろです、でもうなんか話まとまっちゃって、まとめてくれてお時間ですの時はもう、じゃあまた後でねって、そう話をね割ってるっていうか、真摯な、本当に紳士が多い。なんか、うん、だってあんまり粘ると次のファンの人にね、ちょっとね、そう迷惑かかっちゃうっていうか、そうそうなの。だからこう周りのことを考えて人が多いのかな、きっと。うん、それは本当にね、もうなんかこれはだんだんそうなってきた。のりえくすさん、くまタワーありがとうございます。くまタワー、のりえくすさんありがとうございます。ありがとうございます、のりえくすさん。あ、一計してる。一計してみた。そうだね、そうなの、なんかだんだんとそうなってきたって感じです。どんどんなんか、なんだろうな、最初の辺は、だって最初の辺はぶっちゃけ次の人がいない時が多かったから、次はもう誰も並んでないっていうか、並んでるけどもう最後尾が見えちゃうみたいな感じの時は、別に粘ってもさ、そんなねえあれだったけど、なんか人がどんどん増えていくにつれて、なんかやっぱり後ろの待ってる人の、最初からそんなに数ってなかったけどね、でもやっぱり最初はそうだったな、そうだったなっていうか、うん、一番最初の握手会はだって名前しか出てない状態で売ってたから、顔も知らない、だから押し増しで結構来てもらった記憶ですね。本当に握手券を買ってくれてる人は本当に限られてきちゃったり、あの押し増しですごく並んでもらうことは多かったんだけど、押し増しまではすごくなんか鬼ループできるよくらい、そう。でも逆に押し増しでなんか、そうすごいたくさん来てくれて、そこで知ってくれて、次のシングルで私の握手券を買ってくれてる人とか、うん、大前世さん、くまたはありがとうございます。大先生さん、くまたはありがとうございます。くまありがとうございます。大先生さんもね、もう毎日ありがとうございます。うん、そう、おしましで
実はサステナブルはあんまり完売してないので、久しぶりにおしましが使えるチャンスっていうか、おしましが使える部が出てくると思います。ゴーセブンさん、ハート1000個、ハートのクマさん、ソート、クマさん、ソート、ありがとうございます。クマ、クマ、ありがとうございます。そう、まず再販してるからに皆さんが来たいってたくさん思ってくれたらね、ありがたいことに完売するかもしれないんですけど、そうだし、おしましが使える日にはいろいろしたいなって思ってるので、ぜひぜひね、本当におしましワクワクしてます私あ、つむいたら若干下を見るちゃう、みなさんの周りの人に申し訳ないです。あ、落ちちゃった、ね、道端でばったり、こんなこともあるんだな。そう、道端で本当にばったり。おしましって本人の他の部の件でも使える、その部が、例えば私がおしましが一部に使えるんだったら、私の7部の件も使えます。はい、だからおしましが使える場合、よく朝遅刻しちゃったから夜ゆめりの朝の件できたんだってみたいな感じですね。あ、まもなく平時、平時、平時、あ、いけー、平次も好きだな。ゴーセブンさん、クマ、ありがとうございます。いけーだね。今日もお疲れ様、ありがとうございます。そう、若葉ちゃん、せやかてくどせやかてくど、3位までの差が39万になりました。すごい、めっちゃ狭まってる。ハート1000個来てるよって、ありがとう、教えてくれて。どなたですか、どなただろう。本当だ、ダンさん、ユミリの幸せが私の幸せだよ、ありがとうございます。ダンさん、ハートありがとうございます。カムサムニダン、ダンさんありがとうございます。ありがとう、ありがとう。
司会頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。あ、1500ポイントになってる。このね、コルセットをいただいたんですけど、これしてると本当に嘘ってぐらい嘘ってぐらい なんか何にもしてないと痛くないです。ずっと何にもしてなくてもずっと痛かったんですけど、なんか何にもしてなかったら痛くない。そりゃこう手が上がる。見て、コルセットしなかったら手が上がらないんですよ。そう、岡田さんは優しいよね。岡田さんは優しいですよ、本当に。そうなの。とダンスの先生に言われたのは、コルセットしてると体幹が真ん中に重心になるからみたいな、コルセットをしてダンスはいいよみたいな、でも踊らなくていいからみたいな。めっちゃ面白かった。でも無理はしないで。これからもずっと。ミリンがコツの話をするまで気がつかなかったな。まあ、気がつかれたら困りますからね。はい、じゃ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 、これからもずっと。すごい、今40部中20部完売してるみたいです。ありがとうございます。握手会なって躊躇した。僕のスマホの写真、水着の二人、あらら、そうだ、皆さんにお願い続きで申し訳ないんですけど、明日の写メ会について少しお願いがあります。あ、今来てくださった方は皆さん、カウントと星投げよろしくお願いします。はい、今回ですね、感謝枠という絶対写真が撮れる部があります。はい、そのですね、絶対写真が撮れる部と絶対サインがもらえる部があるんですけど、はい、そうです、写メ会についてのお願いです。はい、明日写メ会に来てくださる方はですね、柵があるんですけど、皆さんと私の間に、その柵から、少しでも出ると怒られちゃいます。はい、なんかちょっとね、ちょっと待ってね、
多分ね、実演した方がね、分かりやすいと思うんだよね。よいしょ。じゃん。これは椅子なんですけど、まあこうやって話すじゃないですか、ゆみりんって。じゃあ写真撮ろうよってなった時によくこうやっちゃうんです、皆さん。こうなって、こうやっちゃうの。それ、これはブッブー、これはですね、怒られます。ここから私はこの辺にいるんですけど、ここからここから手を、そう、やっちゃうんです。これはわかる、すごくわかる。だってこうあるから、ここにね、ここにこうやった方が、やりたいんですよ、やりたいんですよ。そう、でもここの柵からは一応出ちゃダメっていう決まりがあるので、ここからこうやって出ると、怒られちゃいます。ああ、で、よいしょ。そうなんです、ちょっと分かっていただけたかな、今の。そうなんです。ちなみに前回これで注意された方は4分の3ぐらいいます。結構な確率で皆さん注意されてるので、はい、そうなんです。はい、その時間も一応、そう、握手会の時間に含まれてしまうので、怒られちゃってる時間も。なので、写真撮った後のおしゃべりの時間が短くなっちゃいます。皆さんとゆっくりお話がしたいので、そう、本当に結構なね、あのね、結構ね、出しちゃいやすいところに柵がある。あれ本当に柵が悪いんですよ、あれはね。本当に柵が悪い。4分の1は優秀、4分の1に惚れそうな勢いです。私は、私に惚れられてください、皆さん。はい、柵がね、本当にね、低すぎず高すぎず、いい感じのね、高さにあるんですよ、柵が。そうなんです、だから、そうなんです。お、ハート1000個、どなたですか。ありがとう、教えてくれ。一文字さんハート、ありがとうございます。ありがとうございます。あんた俺に惚れてるだろ。惚れてるよ、バカで、なんちゃらで、なんちゃらなら、どう見るに、ほっぐらいでギュッってされるんですよね。はっはっはっは。僕のリリ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 、
ゆめりにもっとやってよって言われるぐらいになりたい。もっとやってよってじゃあ、そう今まではね、本当に数えるぐらいしか言ったことないので、じゃあ皆さん、そう、もっとやってよって言われるぐらい。でもそんなに離れないで、そんなに離れないで。暑いからコルセット蒸れるの大変。そうなんだ。そう、ぜひね、先輩方、肋骨の先輩方、はい、なんかこれがめっちゃ痛いから気をつけてねとか、これの体勢があんまりなんかそういいよとかあったら教えてください。肋骨パイセン。安静が一番、それはね、お医者さんは何の病気でも言いますよ、安静が一番。背中を洗うとき痛そう。私には左手があるんです。この魔法の左手はなんと、よいしょ、じゃーん、よいしょ、結構柔らかいんで、こっちにも行きます。ここは割と柔らかいんだよね。おーい、そうなんです。そうなんです、足は硬いんですけど割とここは柔らかくって、そう、あの後ろで握手ができます。体でどこから、懐かしいな、いつかの配信でね、ね、体で、からお風呂でどこから洗うっていうコメントをね、すっごいずっと言われたことがあって、はい、いや、なんでそんなに聞きたいって本当にずっと連投してくるの。なんかもちろんこっちも全部無視するんだけどはい、コメントは同じね、コメント1回までってなので、みんなのコメント読みたいので言ってるので、一人の人にそう重要なことじゃないか。足かな、私足どこだろうな、僕は顔、あ、全体で言うと顔ですね。女の子は先にメイクを落とすので、そのついでに顔を洗うか、頭洗ってトリートメントしてるときに顔を洗うぐらいですね。はい、今答えちゃう優しさだって、今の人は伝統はしてないですから私はそのコメントが言いたくなかったんじゃなくて、そう、いっぱい書かれるとこっちも意地でも読まねえってなって読まなかっただけだから、全然。入浴剤は使いますね、入浴剤すごい大好きなので。うんうん、髪の毛ショートにしてみてね、いつかショートにしたいです。うーん、やっぱりだってなんかいっぱい、そりゃだってみんなコメント読まれたいから、自分のコメントでいっぱいになりたいじゃん。いっぱいコメントした方がコメント読まれる可能性は上がるでしょ。あ、でも通報はしない、そう、ユミリンの優しさとして通報はしません、そのままガン無視ガン無視です、はい、ブロックもしない。うん、分かんない、もしかしたらこの方々にみんなに通報されたらなんか何人までかは分かんないけど、そう、書けなくなるみたいなんですけどね。はい、
まあでも今思うとね、今連投してくれたらね、全部ポイントになるんでね、50回前までまでならね、許しますけどね。ねえ、うん。ですよね。うん。韓国語もたくさんすれば読めるんですか？いえ、韓国語は少なくても多くても読めません、私は。はい。そうです。ごめんね。ごめんなさい。私が言えるのは、カムサムニダーと、やばせよー。瀬戸内はじゅせよー。滝のやみこいむにだ。We say, ユミリン。英語っていうね、最後。うん。うん、宮地、ジボンの人、宮地さん、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。そろそろお時間ですね。11時からは個人的に七並びをしているので、皆さん皆さんなので、ぜひね、ハートがある人は一緒にしましょう。これっきり、これっきり、こんなの寂しすぎるじゃない、どんなことあったとしても。スランプくんさん、第13位。スランプくんさん、楽しい握手会にしようね。なーちゃんもいる。本当に撮れました。なーさんがいる。唯一の STU48 大好きな人の個別握手会なんです。皆さん楽しみましょう。おー、ありがとうございます。12位が GTX1080 さん。ありがとうございます。なんかかっこいい。11位がコーラさん。ユミリン、明日握手左でいいよ。お、じゃあ、皆さんぜひね、1枚ですとかの時に左で。で、左手を出してくれたら私もじゃ左手を出します。でもね、どっちにしろ私左手出されてもね、多分両手でガッてやるんで一緒なんで大丈夫です。右手で、両手で握手しましょう。右手も使ってね。ありがとうございます。10位がダンさん、明日の握手会もよろしく、よろしく、ありがとうございます。カムサムニダ。9位がピザ屋さん、ユミコラブ、お、ラブ、ありがとうございます。ピザ屋さんいいね、ピザ食べたいですね。8位、ほうちゃんさん、上海ユミリンが大好き、ありがとうございます。シェイシェイ、ありがとうございます。5位がゴーセブンさん、ユミリン明日もよろしくね、よろしくお願いします、ありがとう。第9位が石井秀さん、明日ユミコに会いに行くよ、そして名古屋 HKT へ。お、すごい、いっぱい行きますね、お待ちしてます、ありがとうございます。5位が純平さん、出会ってますかね、弓月りんご氏、京都人。おー、すごい、ユミリンとズッキーさんとユイリーさん推しですか、ありがとうございます、嬉しい。第4位がねひつじくんさん、ありがとうございます。第3位が大先生さん、ありがとうございます。第2位がのりへくさん、ありがとうございます。そして第1位がヤグペコさん、ありがとうございます。ヤグペコさん、ありがとうございます。手は大きいですか？割とね、メンバーの中では大きいみたいです。タコー。うん。イエイ、ありがとうございます。手は大きいですか？ごめんなさい。大きくて、女なのに手が大きくてごめんなさい。そう。別にそんな華奢な手でもないんです。もうしっかり、しっかりした手なんです、私。はい。あ、アスカちゃんかな。あ、気がつきました。乃木さんの CM のアスカさんの真似をしました。コメッコさん、熊とはありがとうございます。もう終わっちゃうんだけど配信。ありがとう、最後に。ありがとうございます。コメッコさん、熊、ありがとうございます。ありがとうございます。
応援してますありがとうございます。クマラストクマタワーありがとうございます。次は、23時18分から配信をしたいと思います。この配信は約17分間しかやらないので、はい、ぜひぜひ今日の思い出によろしくお願いします。男女変わったよ、あ、本当だ。4位、宮地リボンの人ありがとうございます。5位、大吉さんありがとうございますかな、以上かな、はいですかね、ありがとう。それでは、そう、18分間皆さんよろしければ星を集めて待ってくださってたら嬉しいです。私は全力で七並べしてきます。それでは皆さん、また18分後にお会いしましょう。ありがとうございました。後ほど、バイバイ、ありがとうございました。